はい、こんにちは。初心者同士でトッポのマッチアップ対策を行っていきます。今回はイラオイ対ヨリック。まず OPGG のデータではヨリックの勝率が 55.04%、 レーンキルレートもヨリックの方が高くて 57.09% になっています。まあどっからどう見てもドカウンターっていうマッチアップです。まあ、この理由についてはウィキ見ながら語っていこうと思います。ロールは互いにファイター、サブロールはタンクになっています。移動速度はイラオイの方がちょっと速い、 A レンジはまあヨリックの方がちょっと長いという感じですね。武器持ってる差かな、スコップ分、うん、スコップ分で50か、50意外とあるだな意外とあるかな、うん、でイラオイのスキルの解説は喋り疲れたんで以前の動画を見てください。連続で、撮影をしております。手を抜いてることがバレてしまったじゃないかヨリックも他の動画で説明したんで、簡単にいくと、まあ、グールって呼ばれてますけどミストウォーカーが出せます。でこれは体力が設定されてて、この体力を削り切るか AA を行うかで、即死します。 Q が強化 AA なんですけど、まあ、体力回復と物理ダメージがついてて、この Q で、ラストヒットを取ると墓ができて、そこからミストウォーカーが出てくるという仕組みです。でダブルが壁の設置、 E があれ何投げるんだろうね、なんか投げて当たった対象に向かってミストウォーカーが飛んでいくと、あとスローがありますね。 R は霧の乙女が出てきて一緒に戦ってくれますね。でイラオイのストーリーとしては、まあ E で魂引っこ抜いていじめ抜くっていうことなんですけど、邪魔者が多すぎますね。まずヨリック相手、余計なのがいっぱいいます。でヨリックのシナリオは、まあ、墓たくさん作って E 当ててミストウォーカーと霧の乙女にいじめてもらうというのが、ヨリックのシナリオです。でヨリックの強みのミストウォーカーとこの壁ですね、壁を対処する術がイラオイがないってことですね。ブリンクがないから殴るしかないですね。そう、壁抜けできないってのと、まあ Q が範囲攻撃なんだけど、それ一撃じゃミストウォーカー死なないんで AA する必要があって、まあ AS が速くないんで辛いと。霧の乙女の対処は割とレンジが長いんでやりやすい方かなと思いますが、戦う前に霧の乙女を倒すっていうことを意識した方がいいですね、ヨリック相手は。まあそんなんさせてくれないんだけど、あとはヨリックは遠くからペチペチする系のチャンピオンなんで、イラオイのウルトを見たら簡単に逃げれるっていうのがまあありますね。まあ以上の項目でまあヨリックが有利となっています。では試合をやっていきましょう。じゃあでは試合始めていきます。勝敗は CS 差が30つくか2キル差がつくかにします。11レベルまで何事もなければ言い訳、ルーンはイラオイは負傷な撃、ヨリックは征服者持ってきてます。その理由はまあヨリック相手まあ長期のファイトにならないんで、後ろからピン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 してるだけなんだあいつ負傷な撃ですね。そういうやつには負傷な撃って相場が決まってます。まあそうね、たまるまで殴り合わんもんなヨリック自身はきっと、うん、そうなんだよね。後ろで陰キャ戦法してるからねこいつは。お墓を掘って閉じ込めて砂をかけてあげるだけだから。でイラオイ言い上げ急上げありますけど、ヨリック相手急上げがいいですね。どうせねなんかいろんなのがうじゃうじゃいてね、後半ねいい当たんないんですよ。よっしゃ、オッケー。あ間に合わない。序盤は有利ですね、さすがに。まあ無理せず引きましょう。
基本的に壁に囲まれるとイラをやることがないんで、後ろから静かにプッシュ、頑張ってプッシュする、頑張ってプッシュします。よりか相手はまあ、ウルトが出るまではなんとかなりますね。まあ足止まった時にさ、これされるとさ、マジやることねえんだけどね。痛すぎませんこれ。栄翔モーション見たらとりあえず砂投げとか絶対当たるでな。これマジで悠長にうんとか言っとるもんで、そこで投げつけりゃ絶対当たります。マジでさ、よくないよな、よくないよな。よくないね。よくないよなこれ。後ろにさ、どうせ当たんねえしな。あーもうめんどくさい。おーいけ俺のグールたち、おーやってやった。フラッシュして抜けちゃえよかった。あーそうだ、意外といい勝負だったな。1回限りのブリンクだね。1回限りのブランク。ここで使うべきだったかもしれん。そう、今がカードを切るべきだったかもしれん。これ以上のチャンスはなかったかもしれん。やってしまったな。今のラストチャンスだった気がするな。最後のチャンスだったかもしれん。あーしんどい。一発当てりゃ勝ち系チャンピオン色弱いよな。うん、避けれないもんな。あベタ足だしブリンクもないから、そっからのあれも難しいもんね、リカバリーとか。やっぱ急上げしてプッシュして逃げる、プッシュして逃げるですね。これは勝ちたかったらブラックリーパー目指してください。あのブラックリーパー積まないと絶対に乙女が死ななくて大変なことになるんで、ちょっとでも勝ちたいなと思うならブラックリーパーですね。ブラックリーパーハルブレとかかな。まあそうね、武器を積まないことには話が始まらん気がするな、ね、ヨリック相手の場合は。本当オッケー。え、え、全然違うのに入った。ちょい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 、あれがこいつらがいるせいでさ、 E が届かないんだよな。それが一番の問題。でね、 Q で死なないしねこいつら、マジめんどくさい。どうすんのあれね、あれこれこうなるともうきついよね。もうジャングラーさんって感じなんだけど、乙女さえ死ねばな、なんとでもなるんだけど。どうすんのこれ。あれ入ってね。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。もう、とっと。ああもう、え、これでこんなに体力減ります？おかしくないですか？すごい減ったね。おかしくないですか？俺そんなになんか悪いことした今。ヨリックの魂を引き抜こうとした有罪。マジであんなに減る？これで EW ウルトとかされたら死ぬんだよな。これザイラの花みたいにこの墓の上に乗ったら消えるとかないかな。それあったらだいぶ変わりそうよね。
よいしょ、絶対届かない。ほら、お、マジ最悪、ちょいちょい、あーあーあー、とんでもないところで捕まってしまった。今のフラッシュする気にもなんなかったな。どうせ死ぬからいいやみたいな感じの諦めが。ガレンとかだったらエース早いからなんとかなるんだろうな、ブリンクなしだけど。もうね、多分ヨリックが殴り合おうとした瞬間にダメトレで勝てるんだろうね。それでサイレンスあるしね。うん、コブン引きつけてられてせいで E が当たんない。あー、どうすんだろうな、当てないね、当てないことが分かりましたって感じだな。おー、いい、いい、外れたんですけど、乙女ちゃん。まだがないよ。乙女消えろ、おい。乙女生きて。あ、乙女が死んだ。かわいそうに。これでさ、1キル分ぐらいの価値があるよね。確かにな。2分間死なずに済む。でもあんだけ体力減ってりゃ、いけるんじゃね？なんでこれでこんな体力減らなきゃいけないんだろうね。あいつ逃げてるだけなんだけど。それがヨリックのいやらしいところよな、ほんまに。嫌いやわ。嫌われる理由がよくわかるよね。キモいとかよく言われたけど。ヨリックキモいよな。もう一回戦闘をしてから締めようと思うんだが。大丈夫？もう一回戦闘して、うっかり死んじゃわない？いや、あいつウルトねえから今。いや、ウルトなくても割と強くない？ウルトが、この人のグールって。ウルトがないうちに。これだもんな、なんで無理じゃね。無理じゃね。はい、うん、無理くせえよな。顔面から殴り合うの無理だな、やっぱり。はい、無理です。いい、抜いてね、壁で囲ってグール飛ばして後ろから見てりゃイラオイ体力半分だもんなね。まあ、それにおいてはどのチャンピオンでも同じなのかな、ヨリック。まあ徒歩勢だったら一緒だろうね、大体は。ブリンク文字だとスルッと抜けられて、そのまんま殴り合いに持ってかれてヨリック死んじゃうとかよくあると思うけど、もっと倒そうっていうのを諦めた方がいいんだろうね、普通に。まあそうだね、 E とか W 避ける方を意識してた方がいいんだろうね、ヨリック相手。徒歩勢だとそうだよな、ヨリックが付き合わないって決めたら殴り合ってくれねえもんね、とりあえず、ね。お、全部避けられた。うん、まあこれは付き合わない方がいいね、きっと。追いかけよう、スローになるし。ねえ、これでさ、なんでこうなるの？あー、ジージ。今回の勝者はヨリックでした。ヨリック強いよな、強いよ な、 なんか初心者殺し感マジであるよな、こいつ。ああ、俺は絶対ヨリック番だけどね。イラオイだと相当しんどいよな、きっと。これブリンクあるイレリアとかじゃないとなかなか難しいところ。ヨリックを簡単に倒せるチャンピオンも今度解説しますかね。そうですね、はい。じゃあこれからもマッチアップ動画作っていくので、ぜひフォローしてください。ではでは。